こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はバンカーショットのダフリについてご紹介したいと思います。バンカーショットでダフってしまってボールが飛ばない、もう一回バンカーショット打たなければいけないという状況になることはあると思うんですけれども、そのような状況になると厳しいですよね。バンカーからなかなか出ないというかなり辛い状況になってしまいます。でこの状況なんですけれども、さまざまな原因があります。その中でも今回はアウトサイドイン軌道になりすぎてしまっている方の解消法をご紹介したいと思います。バンカーショットといえばオープンスタンスに構えてアウトサイドイン軌道で上からドーンと打ち込みなさいというふうに教わった方も多いと思うんですけれども、実際にオープンに構えてかつフェースも開いてアウトサイドイン軌道で打つ、そうするとボールはすごく飛ばないんですね。全く距離が出ません。ですから相当力を入れて打つか、もしくはフェースを少し閉じた状態で上からドスンと打つ必要があります。このような打ち方をするとかなり力を入れてしっかり振らなければいけないということもありますし、ボールに対してクリーンに当たってしまう可能性もあります。アウトサイドイン軌道になりますから、それだけ鋭角に降りてきますので、打点を間違えてしまうとボールに直接当たってトップしてしまうということもあります。ですからダフるのも怖いですし、トップするのも怖い、両方出てしまうバンカーショットの打ち方になります。まず皆さんが気をつけなければいけないポイントとしては、オープンに立つ必要はないということです。このように左足を引いたオープンに構えることで鋭角にクラブが降りてくるんですけれども、このようなサラサラした砂の場合は特に鋭角に下ろす必要はありません。鋭角に下ろせば下ろすほど砂の中に深く潜ってしまってボールが飛ばないことになってしまいます。ですから少しダフってしまうだけで全くボールが飛ばない、もう一度バンカーショットになってしまうということがあります。ですからスタンスはスクエア、まっすぐ構えることで十分なんですね。ですから無理にオープンして肩を開いてアウトサイドインにする必要はないということです。あともう一つ、上からドスンと打ち込む、そのような打ち方をすると手首を固めてこのまま打つことになるんですけれども、そうするとこのリーディングエッジが出てきます。手元が先に行くとリーディングエッジが出てしまってバウンスが使えないんですね。ですからバウンスを使うためにはこのように過度なハンドファーストにするのではなく、適度なグリップエンドの方向転換が必要になります。このように手首を柔らかく使ってヘッドをリリースする必要があります。上から打ち込んでしまうとそのような動きはできないということになります。そこで今回はこの真逆ですね、オープンに構えてアウトサイドイン、そしてダンと打ち込むのではなく、どちらかというとクローズドスタンス、そしてクラブ軌道はインサイドアウト、そしてさらっと緩やかにシャローにクラブを振り抜いていくということ、これを気をつけていただくといいということなんですね。かなり今まで上から打ち込まれてきた方は違和感があると思うんですけれども、このバウンスが使えればしっかりとボールを脱出することは可能です。まずしっかりとヘッドを走らせるということを気をつけていただくことが大事になります。そのためにこのフォロースルーを意識してください。フォロースルーでグリップエンドの向きがこのように飛球線の方向を向いて、そして立つ、ここまでを意識してクラブヘッドを走らせてください。そうすることでこの裏面をバウンスを走らせるということができるようになります。セットアップは右足をかなり引いて、そしてインサイドアウト、そしてクラブを立てる、グリップエンドを下向けるようにして振り抜いていくということで、ダフりすぎのミス、ボールがバンカーから脱出できないというミスを解消することができます。今まで上から一生懸命打ち込んでそれでもバンカーから出ない、
そのように苦しんでいた方は今までの逆ですね、インサイドアウトに振ってバウンスを走らせる、そのような打ち方をマスターしていただくことで楽にバンカーから脱出するようになります。ぜひ試していただきたいと思います。